お疲れ様です。お疲れ様です。前あだ名がついて、ついに彼に、はい、その名は なんてつけられた、はい、ブリキ君です。ブリキ君なんでブリキ君なの。いや、喋ってると言葉が詰まってブリキ人形みたいって言われたんででもあのカメラの前だけど普段のめちゃ名前ってそういうことぶっこんじゃダメ。はい、そういうことぶっこんじゃダメ。内緒で今日は屋根やね。そうですね。いやもうあんま屋根の動画がなかったんで、はい、ちょうどいいなと思ったんです。はい、今めちゃくちゃ暑いんです。そうですね、今日はもうちょっと気温調べてもいいですか。はい、33度ぐらいですね。33度。はい、結構じりじりきますね。そうですよね。33度ってことはお盆ね、時期が一番暑いよね、はい、多分。そうですね。まだ全然ちょっとブリキ出てるちょっとブリキ出てる。出てない、入ってますよね、まだですけど、はい、僕ら塗装屋さんは多分真夏屋根が多分一番嫌い。ああ、嫌い、偉いもんねやっぱり。あ、すごい汗出たりとか、はい、今立ってるだけで足裏熱くないですか。ちょっときますね、足元からこの熱が。うもう照り返しがすごいんで、はい、でこんだけ僕らが熱いっていうことは、ね、多分この、ね、屋根も結構相当なダメージいってるんで、はい、で今日ちょっと温度計買ってきたんですよ。放射温度計って言って、はい、このなんか話してもんです、ね、そうです、触れなくてもこうやってピーってやったら熱が、そうですけど37度とか、あ、はい、すぐ温度が分かるっていう。そうなんです。これ3000円弱したんですけど、ええ、ちょっと勝手に買いましたけど大丈夫ですか。勝手にごめんなさい社長、勝手に動画用で買いました、はい、もう本当暑いんですけど、はい、これ触れます、大きい触って。無理っす、暑いっす。めちゃくちゃ暑いよ、ね、はい、じゃ本当に暑いんですよこれ。でもちょっと温度測ってみて、はい、どれだけ暑いか、はい、ちょっと測ってみます、ね、はい、どれぐらいやと思います。どれぐらいと思います。50度ぐらい。50、うん、それぐらいかなと思いますけど。60ぐらい。いきます。見えます。これ70、暑い暑いですよね。熱熱74度なんですよ。74度で、この旅みたいなね、やばいですね。そうです、薄い靴だと足の裏がね、低温やけどみたいなやつ、はい、なるべく火傷した昨日、はい、昨日ね、なんか形でちょっと、そう、はい、カメラに火傷しました。ローザイ、ローザイ。薄い靴だと水ぶくれになっちゃうんだよね、はい、ほんと。でこれまだカラーベストって言って、ええ、鉄金属じゃないんですよ、はいはい、金属の屋根とかはもっと熱くなるんですよ。鉄板やね、すっごい熱いよね。で、実際こっちは下塗り、中塗り、上塗りを、はい、とある塗料で塗ったんですよ。色変わってますね、はい、はい、それが、なんていうんですか、遮熱効果のある塗料で。あ、そういう塗料で。そうなんですよ。名前が何だっけ、スーパームギガードゼーン。打ち合わせと違うですね。どうしたんですか急に。一緒にやるっていう話。何が起こったんですか。一緒にやるっていう話だったんですよ。マジ嫌いです。嫌いはちょっとダメ。そうなんです。これ、はい、スーパームキガード Z っていう、はい、遮熱効果なんです、これなんです、遮熱で。ちなみにさっき74点、はい、ちょっと測りますね。その遮熱塗料を3回塗った場合の費用が65.9、見えますか。あ、見えます見えます。 65.6、はい、これ約10度10度全然違いますね、はい、やっぱその10度違うだけでダメージが違うので、はい、遮熱効果があるというのはその分熱を持たないので長持ちするんですよね。ちょっとで遮熱効果のなんかあるっていうのは結構あったんですけど、いろいろ僕らだったらもう2種類使ってます。はい、スーパームキガード、もういいっすスーパームキガード Z と遮熱っていう塗料と、はい、ガイナね、はい、ガイナ、はい、知らないですけどガイナっていうちょっとなんか NASA がなんか提携してるかな、その宇宙技術みたいに使った塗料があるんですよ、はい、ロケットとかに使われてて、それはもうちょっと種類が違う塗料、水性塗料なんですけど。あ、そうなんですね。それはどっちかって言ったら空気の層を作るんですよ、塗料の中に空気の層をいっぱい作って、はい、ということは厚みが、はい、熱も伝わりにくい、はい、今それだったら
そうそう、大丈夫ですか。それだったら今これ65度でちょっとこれでも熱いんですけど、はい、ガイナだったらもう触れますと。これはちょっと役割違って、はい、熱って言っても高反射、すごい反射します。なんで熱が落ちる。あ、はいはい、塗ってても眩しいもんね、はい、それぐらいあの反射率が高いと思います。ツヤツヤしてますもんね。そうなんです、見た目でも。そうなんです。で、今ついでにちょっと撮ってもらいたいのが、はい、前もなんかタッペーサーいるいらないっていう、あのカラーベストに刺す器具なんですけど、はい、ね、これいっぱい刺さったんですよ、はい、で、もう現場に来た時にもちょっとこれまだ補修はしてないんですけど、はい、これがタッペーサーなんです。はいはい、ああありますね。そうです。これ刺すとやっぱり経年劣化した時に割れちゃうんで、あんまり僕らはお勧めしてないです。はいはいはい、もう結構本当割れてるんで、もう至るところが。そうですね。そうなんです。これがもう大体立ってた箇所、あらららがもう割れちゃってます。へー。なんであんまり良くないです。あの屋根屋さんもなんか言ってたんですけど、あんまり物を入れてるようなもんなんで、はい、どうしてもここだけあの無理に上げちゃって負担がかかってるわ。そうなんですよ、ね、でここまだその乗る前からも割れてたんで、まあ、もちろん乗ったらもうビシッといきやすいんです、はいはい、あんまり良くないかもしれない。縁切りしてあげた方が、はいはい、いいかもしれない。そうなんですね。はい、じゃあ実際にちょっと屋根塗ってみたいなと思います。お願いします。お願いします。お願いします。はい、スーパーマーディガード Z 車です。これが色の番号。今のパキパキって音がもう割れちゃった。しましたね。どうなんですか。ね、タスペース入ってるとすぐ割れちゃうね。はい。はい。フリックあのどうやって塗ったらいいか、コツ。コツはありますか。コツを塗るコツは。コツはルールとかがあるんで。ルールは気合です。気合で塗る。精神論ですか。ちゃんと説明ですけど、どういう風に塗ると、どういう風に、これ今 YouTuber への道なんで、これ、はい、ブリキ君 YouTuber、 もう個人チャンネル作ったんですね。ブリキチャンネル、ブリキチャンネルちょっと長いかもしれないです、俺が静止画じゃないぞ。じゃあお願いします。はい、屋根の塗り方なんですけど、いきなり噛んでますけど。はい、まず、はい、スパン自分で決めて、はい、僕たちだったらあのまず何ですか、今すお世話じゃないですか。はい、ここ一気で、はい、はい、ここまで今すとか、はい、この感覚で決めて、はい、この線の中心よりちょっとこっち側に立って、はい、はんはん、右利きはちょっと左側に、はい、気持ちいいですかね、立ち位置を、そうですね、はい、ちょっと左寄りにして、左寄りに、なんで左寄りに、右手で塗るときってやっぱ右の方が行きやすいじゃないですか。で左に塗るときがちょっと、あーなるほど、届かない、はい、分左に、はい、でちょっと左に、はい、で、まあ、真ん中から、はい、カラーベストとカラーベストの間っていうんですか、はい、にもちゃんと入るように、あ、塗料が、そうですね、はい、入るように最初はやっぱ材料多いじゃないですか、はい、なんで最初にそのメッチ、はい、でそこから入らない、あー、そういう順で塗っていく感じですね、はい、その塗り残しとかないように、ちゃんと、はい、でその決めたスパンより、はい、何ですかね、もっと、助け船ないって頑張れ、視線が行きましたけど、決めたスパンはもう絶対ます、なるべくまっすぐ、はい、行っていくよ、本当行き過ぎたりとかしたら隣の人がはみ出した分踏んで、あ、なるほど、滑り落ちることもあるんで、はい、あー、そういうことを、まっすぐになるよ、綺麗に塗れますね、やっぱ屋根得意だもんね、あ、やっぱ得意不得意なありますね、箇所はあるんですね、屋根って結構なんか腰痛くなったりとか、はいはいはい、あ、細かい作業があんまりないので、はい、自分の頑張り次第、
単調な作業の繰り返しを。ただその自分と戦っていく、はい、熱いし、まあ、そこに追い込めると、ね、気合がある人は早いんですよ。ああ精神論ですね、やっぱり。それもやっぱり必要とされるわけですね。はい、気合です。本当に暑いですよね。そうですね、じりじりきますよね。めちゃくちゃ暑いです。これ本当に暑いと湯気出るんですよ。まあ湯気出てないよね、まだ、はい、本当に暑いと煙が出てくるんですよ。あ、そうなんですか。錆止め、これこっち鉄だったんで錆止め入れてあるんです。あ、はい。錆止めもなんか意外となんか遮熱効果っていうかあるんですね。なんか意外と熱くならないですよ。あ、触れる感じですか。そうなんですよ。53度なんですよ。いいな、ちょっと。53度ですか。なんでなんですかね、これ。だいぶ低いですね。錆止めって遮熱効果あるみたいです。へぇー。76度。76度全然違いますね。全然違いますよね。52度ですかね。新たな発見ですか。新たな発見です。どうですよ、52って。はい、なんでだろう。これなんでなんですか。なんでなんですか。解明しましょうか。それ教えてください。謎です。意外となんかサビ止めがすごい遮熱効果ありました。はい、はい、じゃあ今日ははい、青木くんに締めてもらいます。はい、締め込めを、はい、お願いします、はい、今日は屋根の説明でした。チャンネル登録といいねよろしくお願いします。また見てね。なんて撮れてるの。スーパー向き側のステーッ。良くないですね。でもあれでしょ、ブレーキ君からちょっとね、抜けたいじゃん。もうブレーキでいいっす。それいいな、ブレーキさん。本当17歳で、はい、高校生なんですね。見えないですね、貫禄ありますよね。はい、文字もですね。